今回はまかないの豚丼の作り方を紹介します。ジューシーな豚肉に甘辛いタレがたっぷり絡んだ簡単で美味しい豚丼です。タレと味噌汁がご飯に染み込んで箸が止まらなくなるうまさです。少ない食材で作ることができるので手軽で簡単にできますよ。それでは作っていきましょう。まずは付け合わせのキャベツを千切りにします。キャベツは葉を剥がし1枚分使います。芯の硬い部分を切り落とし半分にカットしてからキャベツを丸めて千切りにします。切れたらボウルに入れ水につけておきます。タレを用意します。おろしニンニクと生姜を小さじ1ずつ入れます。砂糖を大さじ2入れます。日本酒を大さじ2入れます。醤油を大さじ2入れます。豆板醤を小さじ1/2入れます。これで2人前作れます。豚肉は焼肉用の豚カルビを用意しました。黒胡椒と塩を少量振りかけ片栗粉をまぶしておきます。こうすることで肉のパサつきを抑えられ柔らかくなりタレも絡みやすくなります。肉を焼いていきます。鍋に少量の油を入れ肉を弱火で焼いていきます。テフロン加工のフライパンで焼くときは油を入れないで中火で焼いてください。弱火でじっくりと焼いていきます。肉が均等に焼けるように鍋を揺すりながら焼きます。片面が焼けてきたら裏返して焼いていきます。
から少し強火にして肉からあふれ出た油で揚げ焼きしていきます。こうすることでバラ肉の脂身がカリッとし美味しくなります。逆にこうしておかないと脂身がビムッとした食感になり美味しくありません。肉の表面がカリッとしてきたら一度火を止めてからタレを入れます。加熱したまま入れるとタレが跳ねやすく危険です。タレを入れたらすぐに加熱します。タレを肉に絡ませるように鍋を移ります。丼にご飯を盛ります。その上にキャベツを敷き詰めます。シャキシャキのキャベツがお好みでしたら端に寄せて盛り付けます。その上にマヨネーズをかけます。肉を乗せていきます。残ったタレも上からしっかりとかけていきます。ごまを振りかけます。青ネギを散らします。真ん中に紅生姜を乗せて完成です。今回は豚丼の作り方を紹介しました。豚肉から溶け出した油とタレが絡まり、それだけでもご飯が進む美味しさです。だからがっつりしたものが食べたい時なんかにはおすすめですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。